テーマに特化した動画をやります。まず今回はそんなに難しくない城の守り方について解説していきます。というのも昨今公式が生配信の企画とか始めて勢いは完全に生配信でさ、動画投稿ってジャンルすごい廃れてきてんじゃん。だから動画でしかできないことをやろうと思います。2時間の生配信で学ぶことを4分で覚えれる、そんな動画目指していきたいなと思ってやっていきます。で、早速なんですけど、解説していきますか。まずここで相手が開幕奥義で攻めてくる姿勢見せましたね。でここなんですけど、緩急圏柵のところで乱戦することで、防衛します。これ乱戦中に柵に接触した場合、柵の耐久値は削れずに弾きが発生するじゃないですか。だから守るときに柵の付近で乱戦して柵の押し返しが発生したタイミングで食って引く、これやることで弾いた分だけ時間稼げてることになりますよね。でそれで、その間に時間稼いで部隊回復させて部隊戻して、で、兵力のアドを取って、で相手がこう計略開幕打ってきた時とか、計略だったり奥義だったりでカットインが入ったタイミングで一回部隊状況を整理して、でこれ緩急圏は、引きが間に合わずに落ちちゃうんですが、ここからまあ横弓についてちょっと説明していきますか。で、ここ脅威に対して健康で横弓を入れて、これ横弓は入れてるだけで、向上ゲージの蓄積を遅らせつつ一方的に攻撃できるので、ここでまずアド取れてますよね。で相手も当然そういうのはさせたくないんで、横弓部隊を止めに来る、で止めに来たタイミングで部隊を出すことで、出した部隊は安全に、城から出ることができる。でその間に、この横弓してた部隊が城に避難しておいて回復して、先ほど防衛に出した部隊が戦闘している間に兵力を回復して、その部隊が削れる頃には横弓部隊の兵力がしっかり回復しているので守れるといった寸法ですね。これに関しては、2試合目の方が分かりやすいと思うんで、ちょっとまあ解説していきますか。この2試合目でこの試合はもう何としても動画にしたかったんですよね。まあ、相手もコモンアンコモンのデッキで、で勝機も全員速速っていう、まあなんかお前は俺かっていうような出会い方が違えば逆だったかもしれね。そんな相手だったんで、もうこの試合はとにかく気合い入れて守りましたね。で相手は開幕聖兵の方で指揮増援、これ増援がついてることによって復系分のダメージを回復してきましたね。相手も素武力がかなり高めのデッキなので、ここどうやって守るかですが、これもまあ先ほどと同様、柵の付近で乱戦で弾きが発生したタイミングで緩急圏を下げてくる。ただちょっとこれ郊外にも追いかけられてる分金は帰れそうになく落ちてしまうが、まず緩急圏で総圏の方を止めに、馬竜で関東の方を止めに、で両層のところに剣庫を合わせてあるので、そのまんま横弓に行こう。で、緩急圏が下がってその間に回復しておいた孤立で右側を防いで、で相手の両党が、横弓の剣庫を止めに来たのです。その間に別の部隊で防衛、まあこんな感じです。これ本当にもう徹底するだけでだいぶ勝率上がると思います。それではまた。